やっほー。モア兼ドビのカダです。ステイの田です。ニジープロ2の第4話、ダンスレベルテストのところからちょっとまたお話ししていきたいと思うんですけど、はい。ついに、宗賢くんが出てきましたね。I can, you can, 宗賢。そう。そう、前回ちょっとお話ししたんですけど、宗賢くん、私がすごい好きな YouTuber さんの弟くんで、うんうんうん、で今回さ、過去映像みたいなやつにお姉ちゃん出てたね。うん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 、なんかご家族がみんな出てたけど、お姉ちゃんいると思う。お姉ちゃんさ、私全然知らないんだけど、まだ結構若いってこと、ご家族の中にいた人ってことだよね。うんうんうん、そう、大学生。ああ、でも大学生か。そう。めちゃくちゃ好きでさ、ゼウンちゃん。いや、ほんとちょっと宗賢くん頑張ってほしいな、うんうん。なんかさ、この子さ、韓国語喋ってたじゃん。はいはいはい。ね、そうなんだよね。韓国語もできるし、うん、日本語もできるし。うん。多分だけど英語もできるんじゃないかな。おお、なんかこういう子さいた方がよくないって思って。ああ、でも確かに確かに、うん、そうだね、絶対そうだね。だけどあれだね、ダンスは下手だねってはっきり言われちゃってでもさ、まあ下手って言われて、まあ、上手くないのかもしれないけどさ、うん、やっぱ手足が長いからさ、うんうんうん、見ててすごいなんか見応えがあるから、上手くなったらやっぱすごい、うん、良さそうだよなって思って見てた。なんかさ、オーディション番組さ、そこまで詳しくないけどさ、こういう未経験みたいな子がさ一人ぐらいいてさ、その子がどんどん成長していくみたいなのもさ、うん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 、ね、他の子マジみんなダンスうまいじゃん今回。うんうん、そうだね、そうだね。うん、なんかちょっとそういう枠で残ってくんないかなって思ってる。ね、こっからなんかすごいね、上手になっていくところが見たいね。見た目かっこいいし。そうだね。うん、そうそう、見た目いいよね。うん、かっこいい。で次がゆうくんだね。はいはいはい。なんかさ、この子さ、オーディションの時さ、うん、ちょっとチャラいなって思ったの、私、見た目。は、はい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 。さ、なんかちょっとさ、合宿になって JYP に寄せてきたんじゃないかな。なんかちょっとチャラさ抜いてきたんじゃないかなって思った。はい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 。あ、ちょっと今それを2人が、うん、私、うん、なんだか一致してなかったんだけど、それ言われて分かったわ。でしょ？うんうんうん、なるほどね。でもさ、なんかその事務所入ってたけどみたいな、でさ、なんか誠実さを見せてくれるみたいなことをさ、オーディションの時に言われててさ、はいはい、その子か、はい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 、そうそうそう、なんかすごい寄せてきたと思った JYP に。うん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 、うん、で、ヘイベーターを踊ってたんだね。うん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 、JYP がちょっと重く見えるみたいなダンスが言ってたんだけどさ、うんうんうん、全然ダンスわかんないくて超素人だけど、わかるって思って聞いてた、うん、ね、なんかそこだけ抜けたらさ、すごいなんか感性も良さそうだし上手になりそうだけど、うん、ね、確かにちょっと重く見えるんだよなダンスと思って、でもすごい上手だった。うん、うまいよね。そうそう、うまいのはもうもちろんベースなんだけどね。うんうんうん、上手だった。でもあれか、ここまではもらえてないんだよね、キューブみたいな。ああ、そっかそっか、そう。ね。うん。なんかヘレベーターの雰囲気に合ってはいたダンス。あ、そう、うんうん、思ったもん。なんかその完成自体はそう、すごい良さそうだったんだけど。ね、ちょっとヘレベーター大好きすぎて、ちょっとハードル上がってたけど、私の中で。わかるわかる。うん、次がさ、はるくんだよ。はるくんだね。
もはるくんめっちゃ好き。あ、ほんと、うん、いいよね。なんかこの子見てさ、まあアイドルでもいっぱいいるけどさ、背が高いのにダンスうまいってすごいなって改めて思ったの。すごいよね。うん。本当にさ、いつも話したけどさ、背が高い人ってさ、なんかさ、手足を持て余してて、あんまりダンス上手じゃないっていう、なんかあんまりなんかイメージあったじゃん。なんか K-POP アイドルに出会うと、あるある。なんか背が小さい人の方が踊りやすそうっていうか、上手な人が多いみたいな。絶対そうだと思う。そう。無理だよ。そう、覆してくる人がどんどん出てくるよね。この子さ、絶対入ってほしい。やっぱさ、やっぱこの練習生みんないいよね。練習生、そう、練習生いいんだよ。なんか仕方ないじゃん。なんかそのちょっとさ、土台が違う人たち集めちゃってるからさ、ちょっとなんかそこはね、なんか仕方ないよね。よく見えちゃうね、やっぱり上手だから。そうね、上手だし、やっぱ垢抜けてんだよ、ちょっと。で、そうだね、はるくんはキューブもらえたんだね。そうだね。うまかったわ、バックドアか。めちゃくちゃうまかった。だけどさ、はるくんってやっぱさ、ちょっとさ、期待、こっちも相当期待してみちゃってるからさ、かなって自分が思ったんだけど、確かなんかちょっとなんか前回ちょっと硬そうな感じあったよね。前回も言ってた通り。言ってたね。でもすごい上手だった。なんかさ、この後のさ、練習生も見てて、全体的に思ったんだけどさ、練習生ってさ、割とこうダンスの基礎とかをすごいいっぱいやるからさ、こうちょっとだけこう凝り固まっちゃうのかなって思ったの、ダンスが。なんかこう、先週のさ、最初に出てきたさ、子たちとかさ、本当に楽しくダンス踊ってるのが伝わって、余裕があるって言われて表現されてたけどさ、こう、丁寧にこう、教えられてないっていうかさ、自由にダンスできてる感じと、なんか練習生のダンスってうまいんだけど、なんか自由度が少ないのかなっていうのは、ちょっとはるくんのダンス見ても思ったし、その後の練習生全体にも思ったかなって。ダンス全然わかんないけでも分かるか、まあそういうのあるよね。ど。ね。で、こっからがなんか、ちょっとまとめられてたけど、みんなもらえてないキューブもらえない子たち、ゆうきくんとかもらえてなかったね。厳しいのね。でもまあ確かにさ、比べちゃうとこの子たちはまだそうねっていう感じはした。けどこうなんかさ、全然こう上手じゃない子に対してもさ、J.Y. パークのさ、このフィードバックがすごい丁寧で優しいなって思ったを見て。ね。いや、やっぱ本当いいわ。J.Y. パークのなんかね、そのフィードバックとかだけ聞く会に参加させてもらいたいぐらいいいわ。セミナーみたいな。やばいやつ。ね、そうだね。そうだいくんか。そうだい君、歌の子だったが全然、全然は言い過ぎだけど、全然、見るときは期待しなかったのに、めちゃくちゃ良かった、この 2PM のやつ。そっか、2PM やったのか。この子の、ダンスめっちゃ良かった。ダンスっていうか表現力めっちゃ良かった。すっごいそう曲、だね。に、あ、自分に、曲の選曲も自分に合ってたし、めちゃくちゃ良かった。あんまり、こういうこと言っちゃいけないけど、ちょっとあんまり好きなタイプじゃないなと思ったけど、今回のこれ見て、めちゃくちゃいいやん、この子と思って。ちょっ必と、要かもね、こういう。まあ、歌はめちゃくちゃうまいし、ダンスもうまいんかいって感じだから。よかっかた。なり評価高そう。
で、次が浩平君でマイペースやったのか。あー、あれか、マイペース多いから緊張しちゃったみたいなこと言ってた子か。あ、でもこの子もすごい表現力っていうか。この子こそさ、さっきその小田さんが言ってたみたいに、なんか型にはまりきってなく、自由になんか自分の好きな感じで楽しそうにやってるみたいなイメージがあって、すごいいいなとも見てて。確かに。オーディションの時のクリーピーからすごかったもんね、そういう自由なダンスが。楽しみ。そうだね。これで、ともやくんか。もやくんな。めちゃくちゃさ、この子、雰囲気、ムードメーカーって感じで。やっぱこう明るい子いてほしいなって思ったし、練習生だからっていうプレッシャーがあるみたいな話してたけど。でも踊り出したらめっちゃうまかった。ちょっと、ともやくん、ちょっと抜群に、ちょっと、なんか、良すぎてさ、そりゃ、ええやろっていう感じになっちゃうな、この中で。ちょっと、確かに。ずば抜けて、一人だけ、なんか、レベル違うやん、みたいな感じような。ね、なんか最初のオーディションの時のあんまもう覚えてないけど、こんなダンスうまかったんだって思ってびっくりした。ねえ、ほんと。で、ダンスだけじゃないしさ、そのなんかその、今言ってたみたいに、キャラもさ、もう愛されキャラというか、っていう感じ、ほんと、めちゃくちゃアイドルに向いてね。る感じの子だよね。入ってほしい、ともやくん。てかさ、練習生の人たちみんなさ、朝10時からさ、夜の24時までさ、練習してますって言ってたけどさ、なんかそれ自体すごいことだけど、だけどさ、なんかそれだけ頑張れることが見つかっ、頑張ることがあるってこともすごいよね。なんか、確かに。この人たちそれだけ、なんかそう、なんか頑張れること見つかってるって言ったらおかしいけど、だなと思うとすごいなって思そうだね。なんう。か感動しちゃうな、それ。すごいなって思う。しかもさ、みんな高2とかなんだね。いや、そう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 、若いよね、思ったより。学校どうなってんのかな、高校どうなってんの 高校行ってんのかな、10時間20時まで練習若い。わ かる。し確かて。に、そう、そうだね。そこがちょっと気になったんだけど、若干。高2の確か年に。だよっていうだけで行ってないのか、ちょっとよくわからんけど。ねすごい、練習生すごいわ。え。しかもさ、そのともやくんさ、バックドアだったけどさ、めちゃくちゃ編曲して踊ってたじゃん、歌を。なんかああいうのとかもさ、なんか多分 JYP にいるからこそできるのかなって思った。個人でやってる子より、なんか強いなと思った。いや、そうそう。だからなんかさ、純粋には比べられないよね。やっぱ練習生と他の子たち。そうだね。で、ここまでだったんだけど、ちょっとダンスパート長くない？あ、ちょっ そうか。確かにとね。は思ったけどね。まだあるよね。全員やった？まだだよね。まだだとは思うけど、全員ね。分やるのか、ちょっと、あ、あ、でまあ、も、確か最に。後、ともやくんじゃない？一旦、このダンスパート終わんじゃない？違うかな？どうかな、なんわかからん、残っ全てる然。子いたよ、まだ。でも、これ全員分前、全部流したら、なかなかの、なんか ね。あれだよね。なんか一応さ、なんか昨日かなんかにさ、JYP の今後の予定みたいなの出たんだけどさ、2024年デビューって書いてあって、カッコ仮みたいな。終わると思ってまだダンスやってるけど。2024年、何、ね、2020年は長いからね。まあ、でも前半の時はする。なんかさ、ちょっとさ、まあ、面白いんだけど、この原石感がさ、一生強い。まあ、まださ、話が進んでないからっていうのもあるけどさ、
なんか早くこうプロのヘアメイクとスタイリストついた状態のみんなを見たいなってめちゃくちゃ思ってる。なるほどなるほど。なんかもう今のままだとさ、マジ本当子供みたいなことさ、なんかちょっとね、まだほんとそのさ、前も言っちゃう静岡から初めて出てきましたみたいなさ、なんかその感じすごい強くて、うん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 、アイドルとしてこう見たいからこっちは、うん、なんかもうちょいそのだからグループのさミッションみたいなやつ早く見たいなと思ってる。あー、個人じゃなくてってことね。うん、なんかちゃんとセットで衣装も着て踊るみたいなやつを見たいなってずっと思ってるけど、まだ長そうだなと思ってる。確かに長そうだね。うん、日本合宿、そうだね。とりあえず日本合宿はまだ続くもんね、少なくとも。そうだよね、日本合宿じゃ多分さ、うんうん、あのままじゃん、うんうん、みんなの。なんかさ、服とかもあれ私服じゃん多分。はい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 、うん、なんかもうちょいアイドルっぽい感じを見てみたい。うんうん。けどさ、なんかさ思ったんだけどさ、アイドルって言葉使ってないなって思って。はいはいはい。アーティストって言ってる、うん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 、なって思ったか。もしかしてそういうアイドルグループっていうよりはちょっとあれなのかな。あー、そういうことね。うん、そう。でもどっちにしろもうちょいなんかちゃんとした舞台で踊ったり歌ったりするの見たいなって思ってる。そうだね、それはそうだね。確かに、うん、なんかもうちょっとまた なんだろう、まあ、アイドルって言っちゃうけど、そのアイドルのオーディション番組を見てるっていうよりかは、なんか、またなんか違う、なんかこう、なんか、またちょっと違う何かを見てるみたいな、ちょっと気持ちもちょっとある、確かに。そうだよね。うん。これがそのニジプロの良さなのかもしれないけど、まあ、そうだ、そうね。確かに。うん。ニジプロの良さでもあるんだろうなと思うけど、まあ、そうだよね。うん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 。ちょっとさ、なんか、ライズとか見ちゃったからさそうね、そうね、そこと戦えるって今んとこ思ってるからさ、なんか早く見たいな、先がって感じ。そうだね、シーズン2とかなるとだいぶそういうのが増えてきたりするのかもね、わからんけど、ね、うん、どうなんだ。そうだよね、いつかはやるもんね。あの虹もやってた気がするもん、そういうなんか、うんうんうん、ちゃんとしたなんか、まだ逆に言ったらこんだけなんていうの、うん、最初のところもしっかり見てからのプロの、うんうん、にメイクとかしてもらった格好とか見たらだいぶそれこそ感慨深いのかもしれないね。それはそうかも、うん、確かにそうやってハマるのかもね、うん、なんかそんな気がしてきてるやばい、まんまとまんまとね。確かに、まあそんな感じですかね、今回は。はい、うん、また多分来週もダンスと、まあ、ボーカルがあるかなっていう感じで、うんうんうん、まあちょっと耐える時間って感じだけどそうね、まあそのね、一部はまあこういう感じでこう、うん、そうだね、ね、行くのかなって、うん、歌も楽しみだね。うん、そうだね、歌楽しみ、うんうんうん。じゃあそんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。はい、またね、またね。